今日はちょっとだけお高めのお店の遊女に聞き込みと行くか。あくまで金塊のためだしな。よう、白石義武。なんで逃げるんだ白石。ちょっとお話ししようぜ。やばいやばい、よりにもよって牛山と鉢合わせちまった。おいデカブス、お前が探している男がそこにいるぞ。娼婦をぶん投げて怪我させたってやつはあいつだ。何、あの野郎が。よっしゃ、ぶっ飛ばしてやるぜ。おお、喧嘩だ喧嘩だ。やっちまえ。あたしも手を貸すよ。ちっきしょう、時間稼ぎにもなんねえ。死んだ。ダメだ、何をやっても止められない。どうやったらあの暴れ牛を止められるんだ。どうした、そんなに慌てて。何かおかしいな、お前。おい、誰か手配書を持ってるか。助けてくれ。窃盗で俺に金を盗まれたっていう邪魔をつけられたんだ。ヤクザでもね、変な入れ墨をした不気味な男に追われてる。